オトラント海峡オトラント海峡はイタリアのブリンディジとギリシャのコルフ島の間にある海峡。最強地点の幅は約8 5トル地中海のヨニア海とアドリア海を隔てている。その名はイタリア東南のサレント半島内でイタリア全体の東端に位置する港町オトラントにちなんでいる。アドリア海の出口にあたるオトラント海峡は古くから軍事。 交通の要衝として重きをなした。古代には東西ローマ帝国を結ぶ主要道の一つがこの海峡を渡っていた。中世後半からルネッサンス期にかけては西欧随一の海軍国家として地中海に歯を叩いたベネツィア共和国が最も重視した軍事上の拠点だった。アドリア海の奥深く位置するベネツィアはこの海峡によって守られていたが、 逆にここを封鎖されるようなことになると、身動きが取れなくなってしまうからである。第一次世界大戦中には連合国側のイギリス、フランス、イタリアの海軍は、アドリア海でオーストリア・ハンガリー帝国海軍の潜水艦による損害を受けて、同海域への進攻を断念し、代わってこの海峡の封鎖を行っている。第二次世界大戦前にはこの海峡を越えて、 イタリアがアルバニアに侵入した。ベルリンの壁崩壊後には逆にアルバニアからの難民がこの海峡を渡ってイタリアに押し寄せたこともある。ありがとうございます。